あなたはとんでもないものを掘り当ててしまったら一体どうしますか。遡ることおよそ154年前の1869年10月16日、アメリカのニューヨーク州カーディフ。この地にいつも通り井戸掘りをする2人の作業員がいました。ところがその日、彼らはとんでもないものを見つけてしまいます。これは何だ？地面を掘り進んでいた1人がそう叫びました。もう1人が地面を覗くと、白く巨大な何かが顔を出していたのです。驚いた2人は急いでその何かの周りを掘り進めます。なんということだ。二人の作業員は姿を現した何かを見下ろし呆然としました。一体どうしたんだ、そんなに慌てて。落ち着かない二人の作業員を見て、井戸掘りを依頼した農場主は思わずこう尋ねました。すると作業員は神妙な顔でこう言ったのです。落ち着いて聞いてください。実は地面から巨人が出てきたんです。プレゼンテッドバイアルゴメトリー。オソス、ケンちゃんです。全世界の熱狂的な注目を浴びたいヤミコです。アニメアルゴメトリーでは、本当に実在したかどうかわからない世界中の都市伝説や超常現象について真相を深掘りしていきます。今回ご紹介するのは、世界的に大ブームを起こしたカーディフの巨人について。巨人っていうとあの有名なアニメを思い出しちゃうけど、まさか本当に巨人が発見されてたってこと？そのまさかな事件だったりするかもしれませんよ。さて、アメリカ史上最大の発見とまで言われたカーディフの巨人、まずはその巨人が発見された場面から見ていきましょう。石化した巨人。遡ることおよそ154年前の1869年10月16日、アメリカニューヨーク州カーディフ。農場主であるウィリアム・ニューベルは、農場内に新しく井戸を掘ろうと考え、二人の作業員を雇いました。ニューベルは農場内にある納屋の裏手に二人の作業員を案内し、ここを掘ってくれないかと依頼。二人を残してニューベルは自分の仕事に戻りました。早速二人の作業員はシャベルを使って手作業で地面を掘り始めます。いつも通りの井戸を掘る作業を開始。しかし順調に地面を掘り続けていた矢先、一人の作業員のシャベルに突然何か硬いものが当たったのです。大きな石にでも当たったのかな。そう思った作業員はその硬い何かの周りを掘っていきます。それは白い色をしていて妙な形をしていました。そして全容が見えてくると、なんだこれは。びっくりした作業員は思わず大きな声で叫んでしまいました。その形はどう見ても足のようにしか見えなかったのです。当然だけど、昔は井戸を掘るのも手作業で掘っていたのね。でも土の中から突然足が見つかるなんて怖すぎるわ。まさかそんなものが見つかるなんて思ってもないから、想像するとゾッとしますよね。その声に驚いたもう一人の作業員もただ呆然とその足のようなものを見つめていましたが、もっと周りを掘ってみよう。二人は気を取り直してどんどん周りを掘り進めていきました。そしてとうとうその全体が姿を現します。これはまさか。作業員は急いでニューエルを呼びに行き、納屋の裏に連れてきて叫びました。これを見てください。ただならぬ雰囲気にニューエルも地面を覗き込みます。これは何なんだ。これは人です。しかも巨人です。足が見えたなら人かなって想像できても、まさかそれが巨人だなんて思わないわよね。井戸も貴重ですが、巨人の方が何百倍も貴重でしょうからね。全体像が見えてくると、それは身をよじらせたような姿の大きな人型の化石、つまり石化した巨人でした。巨人の大きさは全長は約3メートルで、足のサイズでさえも約53センチメートルありました。この巨人発掘のニュースは瞬く間にカーディフ中に広まります。すると人々は巨人を一目見ようと次々に農場に集まりました。さらに他の地方にもこの事実が広まると、巨人人気はますます加速していきます。当時の見物客は1日平均300から500人、さらに週末にもなればその見物人の数はなんと約3000人にも上ったのです。さすがにこれは商売にしないともったいないかもな。こうしてニューエルは葉巻製造業者をやっていたいとこのジョージ・ハルと一緒に石化した巨人のために白いテントを建て、入場料として1人50セントを徴収しました。それでも巨人の人気は衰えず、毎日数百人もの人々が押し寄せたのです。入場料ってちゃっかり商売にしているわね。でも今の日本円に換算しても約1000円ですからね。その額で巨人が見られるならそりゃ殺到しますよ。ところでこの巨人って化石なのよね。一体いつ頃に生きていたのかしら。どうやら当時の人々もその正体を考えていたようですよ。
人々はこの石化した巨人を旧約聖書に出てくる巨人の種族ネフィリムか巨人の戦士ゴリアテではないかと推測したため、ますますその発見に世間は注目しました。旧約聖書の創世記には神による天地創造について書かれています。しかしイギリスの自然科学者チャールズ・ダーウィンが1859年に発表した種の起源に記されている進化論とは全く異なる考え方です。そのためノアの箱舟以前には巨人が実在したという伝説を信じている人々は、やはり巨人は実在したんだ、伝説は本当だったんだとますます熱狂していくことになりました。巨人伝説って巨人は本当に実在していたってことなの？旧約聖書にははっきりと巨人伝説について書かれています。それならなおさらお金を払ってでも巨人を見たいって人が集まったのはわかる気がするわね。私だって見たいわ。そうなんです、巨人はただ物珍しいだけではなく、実は人々にとっては信仰にもつながる大事な存在だったのです。というわけで本日のメトラキーワードはネフィリムとゴリアテについて。旧約聖書に出てくる巨人伝説とは、創世記や民数記に現れる巨人種族のネフィリムとサムエル記上に現れるペリシテ人の戦士ゴリアテのことです。ネフィリムは神の子と人間の娘との間に生まれた種族と言われています。ネフィリムはギゲンテスと訳され、これは英語のジャイアンツの語源となりました。ネフィリムはノアの箱舟の時に滅んだと旧約聖書にあります。一方ゴリアテはイスラエルに攻め込んだ際に1対1の戦いを挑みましたが、約3メートルもあるゴリアテに誰も挑む者はいませんでした。しかし羊飼いの少年ダビデが石投げ紐を使い、ゴリアテの額に石を当てたことでゴリアテを倒し英雄となったのです。ダビデってどこかで聞いたことがある気がするけど。ヤミコさん、その直感は当たっていますよ。ミケランジェロの彫刻作品のダビデ像はこのダビデがモデルなんですよ。じゃあ石化した巨人が発見されたことで旧約聖書の巨人伝説は本物だって信じた人が増えていったってことね。ただヤミコさん、実はこの巨人像にケチをつける人々が現れたんです。石化した巨人の神眼。世紀の大発見となった石化した巨人は大人気となり、見物しようと人々が毎日ひっきりなしに集まります。そんな中、ついに様々な分野の専門家たちも巨人を見物しに訪れたのです。ある日、イェール大学のオスニエル・チャールズ・マーシュ教授がこの巨人を見物にやってきました。早速マーシュ教授は巨人の鑑定を始めます。これは。そしてマーシュ教授はニューウェルとハルをちらりと見た後、集まっている人々に向かって叫んだのです。ここを見てください。この部分に掘った跡があります。マーシュ教授のその言葉に聴衆は耳を傾けます。つまりこれは偽物だ。待って待って、この発見された巨人って偽物だったの？彫刻刀の跡を見つけたって決定的な気もしますよね。ただ事態はこれで収まらなかったんです。その後もこの巨人を鑑定しようと科学者や化石専門家が訪れては、皆次々とこの化石は偽物だと発表します。そもそも井戸を掘るという作業についてでさえ掘る位置が水脈からずれていたため不自然だといった地質学者もいました。またこの巨人は化石ではないが北アメリカで最古の彫像であるとニューヨーク州立博物館の職員が逆に褒めたケースもあったのです。しかし専門家による偽物だという発表後もニューウェルとハルたちは、巨人が偽物なわけないじゃないですかと認めることはありませんでした。結果として巨人への人気は衰えず、ますますブームとなっていったのです。こんなに専門家が偽物だって言っているのに、どんどんブームが加熱していくって珍しいわね。当時はたくさんの専門家の見解よりも旧約聖書の方が信頼されていたのかもしれませんね。ただ大ブームとなった石化の巨人ですが、その人気に目をつけた人がいました。そしてその人物がカーディフの巨人の運命を決定づけるのです。石化の巨人像の運命。カーディフで巨人が見つかってからしばらく経った頃、これで契約は成立です。ニューウェルとハルは巨人像の4分の3の権利を数人の興行師に売却しました。しかしその後も石化の巨人の人気は続いたといいます。そのやまない人気にある一人の興行主が目をつけました。3ヶ月巨人の貸し付けはできないだろうか。ぜひ私のショーで使いたいんだ。このようにニューウェルとハルに持ちかけたのは伝説の興行師 P.T. バーナム。バーナムは見せ物ショーやサーカスなどを合体した世界で一番のショーとして移動ミュージアムのツアーを始めた人物です。巨人でかなり儲かっているみたいね。まだまだ人気が衰えないってすごいわ。伝説の興行師のバーナムまで出てくるなんて、巨人の人気がどれだけすごいかわかりますね。
しかし二人はバーナムの申し出に、いや、貸し付けはお断りします。申し訳ないですが、と断りを入れました。しかしバーナムはどうしても諦めきれません。そこで彼はよからぬことを企みます。こんな美味しい話をみすみす逃す手はない。そうだ。それなら俺が自分の手で、巨人を作ればいいんだ。そう考えたバーナムは、なんと自腹で2000ドルを出し、巨人を作らせたのです。そして、さあこちらがロッキー山脈で見つけた最古のコロラドの巨人だよ。と世間に発表。もちろんカーディフの巨人同様に、コロラドの巨人も本物かどうかの疑惑の目が向けられました。しかしバーナムは決してうろたえません。世間は騙されたがるのさ。そう嘘吹く余裕さえあったと言います。さすが伝説の興行師ね。まさか巨人を自分で作っちゃうなんて。その発想だからこそ大成功を収めたのでしょうね。一方その頃ニューウェルとハルはカーディフの巨人の興行を様々な都市で行っていました。行く先々で大人気の巨人、そしてついに大都市ニューヨークでの興行を行うことになったのです。ところがそのニューヨークで彼らの予想だにしなかったことが起きたのでした。1871年ニューヨーク、ニューウェルとハルはカーディフの巨人の興行を行うためにニューヨークまで来た。ニューヨークでも巨人の人気は間違いないだろう。ニューウェルとハルは大きな期待と絶対的な自信を持っていた。ところが、大変です。あちこちで変な噂が。なんとニューヨークではバーナムが先回りしていたのだ。さらに彼はこんなことを言いふらしていた。カーディフの巨人は偽物だ。私たちのコロラドの巨人こそが本物です。バーナムの妨害行為に腹を立てたニューウェルとハルは裁判所にすぐに訴えた。しかし裁判所はニューウェルとハルに予想外の判決を下したのだった。それでは先にカーディフの巨人が本物であることを証明してください。裁判所でそう言われてしまったニューウェルとハルはどうすることもできず訴えを取り下げたのだった。そしてこの行動が命取りだった。訴訟事件に疑問を感じた新聞記者はニューウェルとハルたちの周辺を調べ始めたのだ。すると記者たちの取材により巨人を作成した石工の告白や大きな荷物を農場に運ぶ馬車の存在などが明らかにされてしまった。巨人について様々な専門家から偽物だと言われた上に状況証拠まで固められてしまった状況。そして1872年12月10日ついに告白したのだった。実はカーディフの巨人は偽物なんだ。俺が作らせたのさ。そう告白したのはなんとニューウェルのいとこハルだった。え？首謀者はニューウェルじゃなくて途中から手伝い始めたハルの方なの？そうなんです。実はニューウェルは本当に何も知らなかったようなんです。じゃあハルは最初から金儲け目的でやったのかしら？いえ、実は最初のきっかけは些細な口論だったんです。巨人の作成の意図。話はカーディフの巨人が見つかる3年前の1866年に遡ります。当時アイオワ州の親戚に会いに行ったハルは、偶然牧師と話す機会がありました。そこで創世記に登場する巨人伝説について議論となったのです。牧師はもちろん旧約聖書に記されていることを正当化しましたが、一方のハルは無神論者。旧約聖書の創世記をはじめ、巨人伝説についても疑問を持っていました。神が空や大地など世界を作ったなんて、おとぎ話に違いない。ハルはいつもそう考えていたのです。そこでふとこんなことを考えつきます。もし巨人伝説を信じる人々の前に実際に巨人が現れたらどうなるんだろう。この思いつきがきっかけでハルは巨人の化石の捏造を思いついたのです。つまりこの巨人はいわば伝説を信じる人たちに対するドッキリ。テレビでも YouTube でもドッキリ企画は人気だけど、この当時からもうあったのね。確かにドッキリの規模はテレビと同じくらいかもしれませんね。捏造を思いついてから2年後の1868年、ハルはついに高さ 3.2 メートル、総重量7トンもの石膏を購入しました。そして石膏をシカゴ在住のドイツ人の石工、エドワード・ヴァンガードの元に運び込み、俺をモデルにして巨人を作ってくれないか。条件として食事とお酒を毎日提供しよう。と巨人像の作成を依頼したのです。さらに途中からはもう一人の石工、サールも雇い入れ、食事とアルコールを提供する代わりに缶詰状態にして巨人像の作成を急がせました。そのおかげで巨人像は3ヶ月で完成したのです。しかしこれで終わりではありません。ハルは完成した巨人の像の表面に針を刺していき、まるで毛穴に見えるように加工しました。
その上硫酸をかけて風化しているように見せかける細工までしたのです。その後ニューヨーク州カーディフにあるいとこのウィリアム・ニューウェルが経営する農場まで運び、納屋の裏にこっそりと埋めました。しかも巨人の発見をより本物とするために、なんとハルは1年間も巨人を地中に埋めたままにするというこだわりよう。この捏造のためにかかったさまざまな費用は当時で合計2600ドル、現在の日本円では約830万円ほどでした。しかしハルは、こんな金額すぐにでも取り戻せるさ、巨人を信じてる奴らならどんなに入場料が高くてもきっと払うだろうからね、と期待していたのです。結構な値段がかかっていますが、3000人来る日は1500ドル儲かったということになりますから、2600ドルなんてあっという間だったでしょうね。それにしても個人規模でやるとしてはかなり大掛かりなドッキリよね。規模がすごい。でもさすがに完全に偽物ってバレたんじゃみんなブチ切れたんじゃない？いや、それがそうでもなかったみたいですよ。カーディフの巨人は現在、ニューヨーク州クーパーズタウンのファーマーズミュージアムに、コロラドの巨人はマービンの不思議な機械の博物館に展示、保管されています。さらには2019年10月16日、ファーマーズミュージアムにて、カーディフの巨人生誕150周年パーティーが行われました。現在でも人々に愛され続けている巨人なのかもしれません。セントラルコネチカット州立大学の考古学教授のケネス・フェダーは、著書「詐欺・神話・謎考古学における科学と疑似科学」で、人々がカーディフの巨人を熱狂的に信じた理由についてこう述べています。彼らが巨人の正当性を受け入れたのは、宗教的であろうとなかろうとそれを信じたいという彼らの願望に基づいていた。カーディフの巨人のおかげでハルたちは大儲けしましたが、ハルの元々の目的はドッキリだっただけに、人々が巨人を信じブームまでなったその人気には大満足だったでしょう。カーディフの巨人はその正体が偽物だと分かっていても、自分の信じたいものを信じるという人の傾向の証明になったアメリカ最大のデマ事件と言えるかもしれません。